花山温泉入り口花山温泉は、和歌山県和歌山市なる上574の地下を掘削した結果、得られた温泉である。花山温泉の泉質は、主要な影音として塩化物イオンを含有した、塩化物泉に分類される温泉である。ただ、二酸化炭素が2.631有利してくるほどに、二酸化炭素を多く含有しているため、この二酸化炭素が地下で溜まって、 圧力が上昇することにより、地下から完結的に自噴している。さらに、主要な非、イオンとして、鉄や、カルシウムや、マグネシウムなども含有しているため、選出表示では、含みに酸化炭素、鉄、カルシウムマグネシウムマイナス塩化物線などと表示されている。その温泉水中の溶存物質の総量は、19.75に達する。このようなであるため、 地上に噴出後には二酸化炭素が大気中へと散逸するため、石灰化が風呂などに積出する。ただし、鉄イオンも含まれているため、それが大気中の酸素によって酸化されて、酸化鉄に変化するため、この石灰化は赤活色を呈する。これに対して、地下の貧酸素の状態では、酸化鉄が生成しがたいため、地下から噴出した直後の湯色は薄い黄色と、 色が異なる。なお、陰線も可能だが、マグネシウムの苦味が強く、鉄も含有されているために、鉄の味もするため、そのまずさは、国見温泉と並んで有名である。花山温泉は、海岸まで続いている木の川の川口部の中石平野と、その東側の丘陵地とが接する付近に位置している。また、半和自動車道沿いの西側にあり、 半和自動車道を挟んで東側には花山と呼ばれる標高77メートルの山もある。この花山の南麓は花山団地として宅地整備された。花山温泉には一軒宿の花山温泉が存在し、鳴る貝塚と隣接している。宿泊利用以外に日帰り入浴も受け付けている。温泉水には溶存物質が多く、湯口や風呂には 湯の花が石室し、付着している。なお、源泉温度そのままの低温浴槽と、加熱した浴槽とが設けられており、これらを交互に入浴することも可能である。鉄道では、日の熊宮駅が最寄り駅であり、そこから東北東に約 1.2km 程度の距離である。なお、和歌山駅から見ると、ほぼ、和歌山県道145号鳴るかみ線を東へ進む経路で、 約 3km の距離がある。和歌山駅から路線バスに乗る方法もあるものの、花山温泉へ直行する路線バスは運行されておらず、最寄りのバス停からでも5 0 0メートル程度の距離がある。いずれの駅からでも、もし半和自動車道の橋脚の下を通り過ぎた場合には、東へ行き過ぎである。この場所で1965年に温泉の敷屈が行われ、 地下501メートルから温泉を得た。なお、一軒宿は1968年に開業した。pH7 が中性だが、2014年時点の日本では温泉水の流出時の pH が6.0以上、7.5未満であれば中性と分類される。参考までに2014年時点の日本においては、温泉水中の気体以外の溶存物質が8未満の場合を、 低調性と分類する。逆に、温泉水中の気体以外の溶存物質が10以上の場合を高張性と分類する。なお、この間を等調性と分類する。したがって、花山温泉の場合は高張性と分類される。なお、これは必ずしも溶質を規定していないため、たとえ等調性であっても、人の体の浸透圧と等調になるとは限らない。 浸透圧はあくまで溶存している溶質の粒子数で決まるためである。その溶質がたまたま食塩であった場合には、球の濃度で水に溶解させると、人の体の浸透圧とほぼ同じ、いわゆる生理食塩水ができるというだけの話に過ぎない。いわゆる石灰水に二酸化炭素を吹き込むと、それが白濁し、放置すると白色の炭酸カルシウムが積出する。ただ、 この白濁した溶液に、さらに二酸化炭素を吹き込むと、炭酸イオンが炭酸水素イオンに変化するために、水への溶解度が上昇し、白濁が消える。この白濁が消えた状態で、カルシウムイオンが溶存している。ここで二酸化炭素の濃度が低下すると、炭酸水素イオンは炭酸イオンに戻り、再び白濁し、それは沈殿するのだが、 この反応が起きているため、石灰化が積出する。仕組みとしては、小乳石の成長と似ている。にがりの主成分として、塩化マグネシウムが挙げられる。この場所に、貝塚が存在する事実は、この場所が、縄文海進の頃は海岸に近かった、すなわち、中石平野と丘陵地が接している付近であることを間接的に示している。 和歌山県道145号鳴るかみ線は途中で分岐しているものの、拡幅整備された方で、紅葉高校や日の熊神宮の裏手を東へと直進する方に向かえばよい。なお、花山停留所は、花山という山の南独の花山団地の最寄りの停留所であり、花山温泉の最寄りの停留所ではない。ABCDE 日本温泉科学会、図説日本の温泉。 170温泉のサイエンス、P132 朝倉書店2020年3月1日、発行 ISBN978 から4から254160758、県別マップル30和歌山県道路地図、秋文社 ISBN978 から4から398624307。ありがとうございます。